田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今回ジルプラグインは前回に引き続き AI 歌声合成ソフトシンセサイザー V スタジオプロをいじってみたいと思います。前回はわりかし作家さんがすぐにね、どんなものかっていうのをつかめるような概要を中心にやりましたが、今回は、MIDI の、ね、書き出しとか読み込みとかね、そういうのも含めて細かいところ、あと、音処理ですね、音処理の一工夫二工夫をちょっとご説明してみたいと思います。はい、それでは、前回、簡単に、シンセサイザー V やボイソナの説明をしたのですが、もう少し細かく、割とね、端折ってるところもあったので、実際に MIDI をインポートしたり、エクスポートしたり、その音作りは結構重要なんですね。そのままだとやっぱりちょっと違和感はあるので、その辺をもう少し細かく、説明していきたいと思います。前回も説明しましたが、このような感じに、大体作家の方っていうのは、まあこうね、シンセメロディーね、こうやって入れていくことが多いと思うんですが、まあもちろん直接、歌を入れていってしまうなんて人もいると思うんですが、まあこういうのができていると割と楽だと思います。シンセサイザー V のエディター画面で、まあ鉛筆で書いていくという方法もあるんですが、一度こうやってメロディー画を作って完成させて、エクスポート、インポートした方が楽かと思います。はい。じゃあまずその方法ですけど、まあこれはそれぞれのね、お使いの DAW ね、であると思うので、まあ、まずはこのスタジオ1ですが、まあ選んで、選択をエクスポートメロ。ちょっとノーエディットってことにしときましょう。エディット。で、MIDI ですね。MIDI。はい。で、こんな感じ。はい。で、まあこれで下準備は OK なんですが、一度ちょっとこれね、インポートしてみましょうか。はい、これで、読み込み。で、さっきのね、ノーエディットっていうのをちょっとやってみましょう。はい。で、これで、はい。じゃあ、これで見てみましょう。はい、これ入ってますね。はい。じゃあ、聞いてみましょう。じゃあ、ちょっとね、歌声の出てみますね。じゃあ、こんな感じで。ララ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 はい、これで、ね、見るとわかるんですが、ちょっとこのね、MIDI ノートのこの、間、隙間がね、あるとなしではちょっと違うんですよね。ちょっとこれ、ちょっと一応簡単にエディットしてみましょう。やっぱりちょっとつながりが変なったりするんですよね。ちょっとこれ聞いてみましょう。あ、ここもか。こんな感じに。ここ今ね、ピッチのね、こうグラフみたいのがこう外れてますけど、こうやると自然になりますよね。やっぱり歌がこっちの方が自然になるんですよ。はい。まあこんなようになるので、まあここもそうですね。例えばここなんかも、ちょっと不自然ですよね。これを例えば、よいしょ。こんな感じですよね。よいしょ。まあ、よっぽど意図的に短くしたいっていうことでなければ、これ繋げた方がいいんですが、まあ、これ一時またこのね、このポチポチしてると大変なので、もうね、こっちの方の処理で、例えばもうなんかレガートにするっていうか、まあ、それぞれね、こうコマンドで、こうやって処理をしてエクスポートした方がいいかもしれないですよね。ちょっとこれね、それでもう一回やってみましょうか。はい。あ、比較するためにね、もう一個ね、ちょっとやりましょうか。読み込みで、で、まあ、こっちの方ですね。はい、よいしょ。よいしょ。じゃあちょっとこれで聞いてみましょう。ララ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 。はい、このような感じで自然になりますよね。はい。
なので、前処理をしてエクスポートしといた方が楽かなと思います。そして、やっぱり短いところにしたい、短くしたいところだけを短くするという方がいいかもしれません。はい。じゃあね、歌詞をね、入れていくんですが、歌詞ね、前回でこうダブルクリックって言ったんですけど、これはまあ一般的なソフトとの使い方として言ったんですが、まあ普通に、コマンド L で、どんどん、入れていくことができます。ちょっとそれもやってみましょうか。コマンド L で、よいしょ。もうこのままね、一個ずつ入れていけますと。よいしょ。す、な、お、に、な、れ、け、だ、り、よいしょ。これで入ったかな？素直になれない私見つめては微笑む街ぼけだらく。これ最後のとこがね、だり、ぼけだらく。あ、ここちょっと違いましたね。ここが、だ、あ、よいしょ、だ、あ、リンですね。よいしょ。ディーボー、ディーボー、ディーボーケダリン。はい、このような感じでイエイって入れていきます。で、なんか一回、あ、ここだ。なんかちょっとビブラートが変だったんで、もちろんピッチで直してもいいんですが、新しいテイクとかで、あの AI テイクね、機能、前回もやりましたが AI リテイク機能でやって、良さそうなやつに行った方がいいんじゃないかと思います。これもね、ちょっとなんかピッチが変なんで。はい、あとですね、まあこれはもう本当好みなんですけど、例えば方法 AM みたいな、こうちょっと節をつけたいとかっていう時は、こんな風にして、よいしょ、もう一個 A を入れて、こんな感じにやるとね、わりかし自然な歌っぽい感じになりますよね。素直になれない私見つめて、この名定はにしたり、名定はがいいか、名素素直にいつ私見つめては、私見つめては、まあ、ちょっとこのちょっとこんなことあんまりしないですけど、はしつこく見つめて、はもうこんな感じにちょっとしつこくやるっていうのもね、できますよね。私見つめては、まあ、これちょっとな音痴なんで、ここも直して、あ、これやりすぎか。私見つめては、はい、まあ、このようにできたら、今度は、音質ですよね。前回ちょっとチャンネルストリップを使うなんてことをやりましたが、はい、まずそうですね、なんかチャンネルストリップとかでもコンプや EQ やるんですけど、まあ、チャンネルストリップの方が分かりやすいので、まあ、一応チャンネルストリップでやりますと、まあ、こういう。私見つめて、私見つめては、私見つめ、まあ、抜けを良くするみたいな感じ。私見つめては、私見つめ、私見つめては、微笑む。まあそれで、まあね、前回も、やりましたが、ここでリバーブをかけるみたいなことをね、ちょっとやりましたよね。まあまあ、とりあえずプレートなんか選んといて、私見つめては微笑む街ぼけだり。素直になれない、まあより自然にするんであれば、まあなんか、ディレイとかかけてなじませるっていうのもありますよね。よいしょ。素直になれない私見つめては微笑む
はい、これでまあちょこちょこね弾けるようになったんですが、まだちょっとその平坦な感じがあるとすればですね、ここに一つ工夫というか、まあ提案というかこういうのがあるなっていうか思ったのが、IR 系のサンプリングリバーブ系のねやつで、まあブースとかのね、シミュレーションとかあると思うんですよね。例えばこうですね、IK マルチメディアのこういうサンセットサウンドスタジオリバーブとかをここに入れて、これにはまあ、いろんなねライブルームとかもあるんですけど、こういうねボーカルのねブースがあるんですよね。これをなんかよいしょ足すと。素直になれない私見つめては微笑む待ちぼうけだり。まあここまでやっちゃうと、ね、不自然なんで、まあこんな風にして。素直になれない素直になれない私見つめては微笑む待ちぼうけだり。まあボーカルブースで歌った感じの、ちょっとした響きを足すっていうのもあると思います。もちろんこのサンプリングリバーは何でもいいんですが、ボーカルブースっぽくね、すると少しその平坦なものが、ね自然になるかもしれません。まあもろもろね工夫はあると思うんですが、こんな感じにすると、こういうねシンセサイザー V のような、AI 歌声合成ねソフトを自然に聞かせることができると思います。さていかがだったでしょうか。シンセサイザー V スタジオプロね。なんだろう、歌物を作ってる人をね、だったらすぐにね、入れると思うんですよね。ちょっとしたマナーだけを気をつければ、いけると思います。なので、まあこれ、まあ本歌っていうか、その、まあ仮歌でね、コンペとかに出す分にはね、多分いけるクオリティではないかと思うんですよね。もうちょっとね、作り込んでいけばね。なかなかいいね、仮歌シンガーさんに出会えないね、若い作家の方とかは、ぜひぜひね、ちょっと導入してみてはいかがかと思います。それでは。